親の顔より見た開始画面。もっと親の開始画面見ろ。そして引いた陣営はインポスター。誰かの人生を理不尽に終わらせることができます。およそ思いつく限り最悪な紹介。ロールはファインダーか。キルしたらマットが誰かわかる役職だな。闇鍋村においてマットの存在は確定してないので無能力に近い。メメントモリ評価手足。能力で判明しなくても別に内通ってできるしね。さてそれでは早速、一人の人生を終わらせていく。初手キルでも構わない。ボタンを押してもいい。最高。みんなもやってみてね。サイコパス健太食堂やめろ。ウパさんが死んでる。誰がこんなむごいことを。犯人にはウパパロンが感じた苦痛の100倍を味合わせてやる。大手さばけない役。というか何気みぞれさんマットで草。久々にファインダーの能力が生きたわね。割と神キルになりそうだと思って狙ったパチンコキルだったがどうだ。ギリギリメテオさんが視界が一歩かったの見てキルしましたからね。問題はまずウパさんの死人が出るかどうか。とりあえず脇で詰めるか。脇はメメレイマリメテオの3人で焚き火。うん、合ってる。ラテガンマスがキッチン脇、上部エンジンがチャコみぞれ、通信が8万グーレイラー。僕が音質タン脇です。お、これ見事にウパさんの死人ありませんね。こうなったらもう神キル確定なんだよな。よしじゃあひなにだな。ひなに釣りひなに釣り。僕隠しろ役職です。すみませんでした。全員嘘ついてないならカフェとドロップシップが空いてますね。いやでもこれもう右側で空いてるんじゃない？右側だとしたらラインもしくはひなになんじゃない？ひなににも役職言ってもらった方がいいな。僕は天秤です。ふむ、語りにくい役職ですね。焚き火脇の人たちの動きは？開幕ボートってマシュマロ焼いてた。開幕スプラッシュ。まあ開幕少しだけ話したので即というわけではないですけどね。で、その後私がそのままボタン。レイマリメテオの二人は視界切れてますけど両方離れて時間は経ってないです。自分視点メメさんは離れて即ボタンなのでキル無理ですね。上部エンジンと通信室のラインもあるけど。ちなみに何も聞いてなかった。一旦スキップでいいな。これは神キル確定。絶対インポスターまで縄届かない状態になってる。焚き火組が釣られるにしても怪しくなるのメテオさんだしね。釣られる候補は今4択ですね。メテオさん単品プラス通信室上部エンジンキッチンのライン3つ。私たちが天秤だとしても釣る位置に困りそうだな。あのゴミのような適当キルがこんなことになるとは。私たち的には適当に誰か釣るしてくれるとありがたいですけど。ま、それもこの会議で決まるだろ。結局どうしようねこれ。候補めっちゃ広いですからね。ま、私は先ほど言った通り2人に白は出せませんが白いとは思ってます。別れてからボタンまで時間がそこまでなかったはずなので、仮に焚き火側の人がキルしてるならレイマリになるのかな。いやレイマリさんよりはメテオになるんじゃないかな。例えばカフェで湧いてすぐスプラッシュ来てるとかなら切れるし。まあドロップシップで上のタスクやった後焚き火来たとかもあるし、それだったら多分ですけど時間的にウパさんが焚き火に来る時間はないと思います。客観視でも割とすぐボタン入りましたよね。じゃあメテオ神切ってことで詰めちゃっていいの？キッチンのラインも切ることはできないけどね。まあならもう今回のキルはなかったということで。神キルが通ったということで。まあ候補広すぎるしちょっとこれは釣れないかもね。最悪の可能性としてはウパパロンマグロで即死してるのもある。それやるのは8万グーくらいよ。まあタスクやるか。さっきマシュマロ焼けなかったしな。メテオさんクルーなんだ。どういう意味じゃい。まあ自分はメテオさん疑ってるんで。アモングアス最高の瞬間。好きな状況発表ドラゴン。私がキルしたのにみんなが争ってる時。邪悪なドラゴンじゃん。争いは何も生まないのに。お前だよこの状況を生み出したのは。カットしたが間にキルなしで数ターンすでに経過している状態。そろそろ動かないとタスク負け見えてくるな。相方キルボタンを揉めだし私がそのためらいを消してあげましょうか。何か策があるの？まあ任せておいてください。何にせよとりあえずキルクを貯める必要があります。残り10秒だし標的を探すぞ。む、みぞれさんか。というかこれみぞれさん目線私たちが気づいてること知らないわよね。さすがにタスクは終わらせてると思うので、多分内通の使いを探っている頃合いでしょう。む、ベントに入りたいのかな。というかよく今のタイミングでインポスターの前来ましたね。マットって知らなかったら多分普通にキルしてたよなこれ。ある意味幸運を見つけました。ここで、決める。レイマリさんのやる気スイッチ。外付けタイプのやる気スイッチ把握。目の前でキルしてやれば相方も動かざるを得ないだろ。できたらみぞれさんと合流したかったけどいない。死体位置が右なのでサボ入れるかは微妙ですね。ここリアクター鳴らして向かっても白もらえないだろうから、左に移動して誰かと合流したタイミングでリアクターかな。ということで扉だけ閉めて左側に移動します。ボタン前あたりで誰かと会えるのがベスト。お、チャコさんいたわね。よしこれで経路に説明がつくから楽になった。それではリアクターを直しに行きましょうかね。残り人数まだ9人だけどあんまり人と出くわさないわね。死体も通報されないしレイマリさんが頑張ってるのかも。でも天秤いる今追加キル取るかどうかは悩みどころ。一般通過8万グー。ナチュラルに逆走してたわね。逆走した上にラテさんの死体がある方向から来てましたよ。まあ何かしらの人材なんだろうな。とりあえず直しましていっと。まああとは普通にボタン押しに行きますか。追加キルを取るか否かの判断が難しい。他の状況が全く分かってないからな。まあここは結構白取れそうだし一回待ちだな。ということでそのままミーティングに向かいますが。発狂してて草。反応が怖すぎる。ひなにーさんどうしたの？バイタル見たら3人死んでた。よなんかめっちゃ死んでる。というかラテさんの死体消えてるから合計4人死んでる。ラバーズ含まれてそうですがそれでも最低2人はレイマリさんキルしてそう。あれから頑張ってくれたみたいね。今6人だから登場的にはパワープレイだが。天秤あるから微妙なんですよね。1人釣られても5人だから1キルしたらパワープレイですが、天秤に2人ともピックされるとワンチャン両釣りされかねないので、一応私は白いポジションを確保する流れでいきましょうか。ラテさんが食われた瞬間は分かっててリアクター直る瞬間だね。リアクター直る瞬間なら私たち視点チャコさんしか食べれる人いなさそうだが、少し記憶違いがあるなら8万さんまでいけそうだけど。ま、とりあえずマットに適当になすっておきましょうか。私視点みぞれさん結構怪しいです。リアクター付近で見たんですがリアクターを直しに来なかったので。あ、みぞれさんは研究室側に来てるから大丈夫。リアクタージャングル研究室でひなにーと合流してます。みぞれ文句を言う時だけしっかり白位置入ってるんじゃないぞ。残念だけどマットに疑いをそらすのは無理と。レイマリさんどういう経路ですか？展望台で別れて通信室保管庫最後キッチン向かうとこで終わり。おかしいね。その経路なら自分が合ってないとおかしい。あれじゃあ8万さん対抗？いや対抗というかレイマリさんが怪し
ーだけでは、最後望遠鏡でガンマスの死体を見つけたんだけど。え、どこにあったの？焚き火前あたりに転がってた。これはレイマリさんとはもうライン切っといた方がいいですね。そういえば今回レイマリさんだけ見てないですね。他全員とは会いましたけど、ラテメテオの二人は上行ってるからレイマリさんが見てないとおかしい。レイマリさん見てないですか？タイミングにもよるけどその前にもう抜けてるんじゃないかな。ま、今回天秤あるので最悪一人は釣れますけど。もう片方誰にしようか悩んでる。メメチャコは白取れるんだっけ？私はチャコさんに白は出せないですね。ただ私は今回ほぼ常に誰かと会ってる気がします。はじめジャングルでチャコさんリアクターでミゾレさんと少し一緒にいて、その後ミーティング付近でチャコさんと会ってリアクターに移動。そこでまた八万チャコと会って直してからヒナミーチャコと再度合流の流れ。まあメメさんは確かに序盤は結構見てる気がします。オッケー、じゃあ天秤発動します。とりあえず二人とも指定されることは回避できそうだが、これ誰と誰指定してるのかしら？あ、自分なの？私スタントマンです。まあ自分はドクターなんですけど、でもこれ両釣りで良くない？良くないですね。というかこれどちらにせよ両釣りになりそう。レイマリさんとミゾレさんと私たちで投票数3になるはずだからね。そう考えればそれで二人連れてパワープレイですね。いやよかったよかった。あれれ？なぜ4両？もしかしてミゾレさんラバーズとかなのかしら。実際にはバグでレイマリの両が自投票になっていた。でもこれで追加1キル取る必要が出てきましたね。まあもう村人 A ボタンないだろうし、仮にボタン入ろうがバルチャーは私たちを釣れないから、どちらにせよ釣りで負けることはなくなったな。八幡さんとチャコさんだけ役職の中身が不透明だから、できればそこの2人から処理していきたいところね。ここまで来て生存系の第3陣営に横取りされたくないですしね。処理順はしっかりしていきましょう。タスク負けもしたくないのでしっかりリアクターを入れます。できればターンかけずに終わらせたいからここに切るかな。ラバーズいたとしてもミゾヒナのライン以外はケアできる。まあミゾヒナラバーズラインも完全に指定できるわけじゃないけど、そこは確率論でいきましょう。ケアできる範囲にも限りがあるということでリアクターに来ましたが、まだ誰も来てないようだな。待っててもいいと言えばいいんですけど、できればベントから強襲という形にしたい。さっきの死体数的にチャコさんジャッカルとかはあるからね。まだ一人も来てないし、多分展望から飛べば間に合うだろう。まあ別に急いでるわけじゃないのでゆっくり行きます。さて展望入りまして、あ、リアクター直っちゃった。離れてから思ったより早かったわね。じゃあこっちに流れてくる人を処理するか。チャコ8万軍狙い、ミーティング方面かな。あ、チャコさんいましたね。セイト、あ、本当にスタントマンなんだ。メメさん今の動き怪しかった。いやいや共に寄り添おうとしただけじゃないですか。なぜそうして疑うところから始めてしまうのか。それではモニター越しに私たちを見て笑っている大富豪たちの思うツボですよ。デスゲームアモアス。チャコさんマジスタントマンできるクリセット入ったからため直しだ。面倒ですが仕方なし。まあでもこれで私視点全員の役職が確定しましたね。ヒナ兄さん天秤、チャコさんスタントマン、ミゾレさんマットで消去法、八万さんバルチャーと、もうラバーズ以外のケアは不要になったな。村役もまだ二人生存してるのでタスクも大丈夫そう。いややはり私の初手紙キルが刺さりましたね。運命パチンコキル定期。まあゴミキルと紙キルは割と紙一重なとこあるからな。もう私目線あの時ウパさんが光って見えましたもん。ウパパロンで遊ぶな。さてキルクの再装填も終わりましたし誰かいませんかね。バルチャーはまだ死体を1個しか食べれてないはずだから、追加1個までなら死体を食べてもらっても問題なし。つまるところ人を選ぶ必要はまだないと。村人 A の皆さんリアクター直しに来ませんね。このままだと負けちゃいますよ。あ、見てください、こんなところにバルチャーが隠れています。可愛いですね。話してる人と操作してる人本当に同じ。死体狙って端っこで隠れててくれたおかげでレポートされなさそう。次のキルクまでは普通に溜まりそうですね。というかリアクター勝利もありえる。まあさすがに治る寸前には集まってくるでしょうけどね。どちらにせよあと1キルして通報して1人吊るせば勝利だ。ミゾレモンガラバーズの場合相方キルすればその時点で終了。ヒナ兄さんがリアクターに到達したと。扉開ける時間考慮してもさすがに直されちゃいそうですね。でもどちらにせよタスクは終わらないの確定したわね。あ、私奥直しますね。ということで直すふりでキルクが溜まるのを待ちます。コスイコ技来た。おい直らないぞ。メメさんやってるな。いやいや言いがかりはやめてください。そうやって疑うからこうなるんですよ。キルからの即レポ。これで終わらないあたりミゾレさんは生存しているというわけだな。3分の2キルして死んでないならラバーズじゃないっぽいわね。この後無事にパワープレイでヒナに釣りとなった。ラバーズはラテガンマスでしたか。レイラーさん悪魔メテオさんブラハと相方ピンポイントで消す必要あるとこ処理してくれてたわね。それじゃ2試合目いきます。さてそれでは2戦目。構成は1試合目と同じ。引いたのは第3陣営ね。今回は魔女スキン、横にアヒルを添えて。アヒルは役と美味しいですからね。引いた役職とマッチしたセリフ。ふむ、悪魔か。なかなか勝利するのが難しい役職ではあるな。しかしメメントモリ評価は D プラス。強さというよりワクワク感を評価してです。まあ最後の最後まで忙しい役職ではあるわよね。む、いつになく早いボタン。初手から1人くらい呪えたら美味しかったですが。そして今回のインポスターはラテさんとウパさんの2人と。ちなみに間1ターン挟んでますが何も起きてないのでカット。今回のインポスターは両方とも議論強めのところ。勢いで押されそうだから途中で1人くらい吊るしておきたいな。まあただ初手で吊るすとそれはそれで厳しいから結構調整が難しいわね。まあ呪いかけつつ臨機応変に行きましょう。さっきの会に私がレイマリさん入れてたら釣れてましたね。入れてほしいところだったけどね。何の話よ。いや私とレイマリさんでボタン前くるくる回ってたらレイマリさんが釣られかけてた話です。十分にヤバいこと起きてて草。まあ人数がいた方が試合時間長くなって都合いいからスキップ入れたが、まさかあそこまで票数が集まるとは思いませんでした。であれれれれれ。筋トレ終えたらいつの間にかラバーズになっていた件について。あくまでの勝利頑張ってみたかったところですが、まあ勝利条件は緩くなったし。こうなるならインポスター
ター吊るしに行く方針でいいわね。横にいる捕食者を引き離すためにボタンを押しまして、ラバーズ相方はチャコさんと。チャコさんは近くにいなかったし、おそらくキューピッドによるものだな。キューピッドが誰かまではわかんないけど、まあきっと遠回しに協力してくれることでしょう。キルを切るまでは特段することないので待機ですね。もう呪いを全員に塗りに行く必要もないからな。ラバーズの時あるある暇な時間、まあこのターンあたりで多分そろそろキル入るでしょう。私はそれまで SNS をチェックしていてもいいんですが、集中しろゲームに。まあでもインポスターを吊るすには白1入っとかないとな。白1には入りたいけど、動き回ると死ぬ確率が上がる。アモアスのジレンマです。もはやクルーと言わんばかりに普通にタスクをやっていってるわね。インポスターを吊るすという目的に関しては一致してるからな。露骨に何もやらないとそれはそれで困る時もありますしね。自分の発言に説得力を持たせるのは日頃の行いの積み重ねだということです。説得力がない奴がそれを言うと説得力があるな。前回の動画では陣営の垣根を越えた絆を見せて、コメント欄でも感激と称賛の嵐だったからな。見なくてもわかる嘘つくな。あ、メメさんだ。よかった。まあラバーズの時に一人でいると不安ですよね。いくら強い陣営とはいえ単純に死ぬリスクは2倍ですから。とはいえこうしてラバーズ陣営が固まってるのもよろしくない。ペアの作れない役職どもが嫉妬で攻撃してくるかもだからな。儀式過剰定期。悪魔ってサボ直せるんでしたっけ。わかんないからサボはチャコさんに任せましょう。チャコさんの役職は何なんでしょうね。できればメイヤーかパン屋だとありがたいが、釣り先に圧倒的権限を行使できるから。私が適当に意見言ってから、じゃあチャコさんどうですかって言えば終わり。小判ザメメントモリー。恋人とは一心同体、すなわち恋人の力も自身の力と言って相違ない。ボタン入りましたが自然に白取れそうです。まあキルを着てたらだけど。そして死んでいたヒナニー、シャボンのように儚き男よ。八幡宮がベント入ってました。残念だが技術者だ。え、サボ直ってからベント入ってなかった。今後だったと思うけど。いやいや、とりあえずヒナニーのキルを詰めましょうよ。ヒナニーが死んでんだよ。このままじゃあヒナニーが浮かばれねえだろうがよい。市長のマルコ。まあヒナニーの犯人が八幡さんの可能性もあるからさ。それもヒナニーの死人とかを出してからでしょ。ちなみに多分だけどラテさんキル役職だよ。望遠鏡で見てたけど獲物を狙う動きをしていた。ふふ、頭が悪いよ。ヒナニーの話は、ヒナニーの話をしようよい。あってはいるけど、その詰め口で言っても絶対釣れないだろうな。ちなみにヒナニーさんの死人は、あ、ないみたいですね。悲しみの死人ゼロ。自分が展望側でサボ直してますね。ずっと望遠鏡見ててキッチンにみぞれ8万メテオがいた。その後ラテさん見つけて追っかけてたら動きが怪しかったんだよね。まあどんだけ用が望遠鏡で見てるってことはキルできないでしょ。それ以前にキルしてなければね。死人出てないし脇から行くか。キッチン展望あたりに人がいるなら温室とかで湧いてそうですが、私左上脇ですし、温室になるなら八幡宮がマジで怪しい。サボ終わった時にベント入ってたから、キッチンのベントって右側に繋がってるしね。む、これはラテさん八幡さんをスケープゴートにするつもりだな。まあでも技術者使用してるし、そこでうやむやにはできそう。まあ多分実際技術者だと思いますしね。八幡さん技術者使用してるし、なんとも言えなくないですか。ラグとかの要因もあるし、ベントタイミングとかで詰めるのは危険ですよ。まあ確かにラグとか考えると、それだけで決めるのは危険だな。一旦白出る人だけ詰める形でいきません。レイラーレイマリはずっと展望、サボ入る前からいたね。なんなら脇からだよ。オポチュニストだし。レイマリ絶対オポチュニストじゃないだろ。うん、投票まとまらないのでここはスキップにすべきですね。で、次メイヤーが使用して温度を取るのがベストかと。ラテさん釣ろうぜ。レイマリが釣る意思があるな。ふむ、難しい盤面だな。ここで一人キル役釣っておきたいところですが、見てる感じちょっと難しい感じがするわね。次どんだけスムーズに詰めて誘導かけれるかどうかだな。悪魔や神だと思われないよう順序立てて詰める必要がありますからね。まあ今はレイマリさんが私たちよりインポスターから睨まれてそうですが、ただ聞いてる感じ結構固まってたっぽいから詰めれそうだけど、腕の見せどころだな。さてではメイヤーさんお願いします。はい、メイヤーです。あ、メテオさんならありがたい。自分に白出るだろうし、いや死亡タイミングわかんないし、なんとも言えないけど、その前はみぞれさんと行動してたから大丈夫。いや行動というかすれ違っただけな気が。うん、行動ってことじゃないぞ。え、でもあの段階そのまだ30秒も経ってなくない？それに自分がキルするならスプラッシュとかになりそうだよ。まあスプラッシュにしたいはないね。あ、スプラッシュがないならまあ確かにキルは無理かもしれません。ってことでラテミゾメテオは無理かな。左側がないということなら私からチャコさんに白が出せますね。左で合流して一緒に通信室直しに行ってるので。あ、キッチン脇でサボ直しに行ってます。チャコさんはキッチンで見てるし、まあ大丈夫かな。望遠鏡で左見た感じ、ヒナニーいなかったから右っぽい。右だと怪しいのはレイラーレイマリウパパロン。自分とレイラーさんは湧いてすぐ展望行って望遠鏡見てたよ。じゃあそこ二人はお互い白取り合ってる感じですかね。まあ声聞こえてたし無理でしょ。そうなると八幡宮ウパパロンくらいしか残りませんが、みぞれもんから白出ない。ずっと一緒にいたよね。焚き火あたりにいて途中あたりは知らないけど、まあ確かに無理そうだなとは思いました。ただ最後にベント入ってキルしたのがありえるって話でしょ。どちらにしろキル可能位置がウパ八幡の二人だけしか残ってないので、普通に釣り入れちゃっていいと思いますけどね。をするとナイスネコマタです。ナイスネコマタは最近追加した村役ね。村番黒猫みたいな感じで釣られた時、誰か一人道連れにする感じだな。しかしこの仕様は都合がいいですね。じゃあウパさん釣って道連れ出るか確認しましょうか。そうですね、ウパさんが本当にネコマタなら道連れ発生しますし。まあじゃあウパパロン釣りで。遺言残すとレイラーレイマリどっちかスペランカーだと思います。はい、素晴らしい。まあ指定出したのはメイヤーだけどね。そのメイヤーを出させたのは私なので、というかウパさん猫また使用するなら猫かぼちゃとかだと思いましたが、同じく道連れ発生させるインポスターな。ただそうだとしても少なくとも相方は死んでないみたいね。レイマリさんがラテさんと移動してたので協力お願いされてそう。まあ私たちがラテさんの立場なら間違いなくそうするしな。だとしても一人は連れてるから現状は悪くないわね。こうなるとメイヤーには長生きしてほしいところです。どうせすぐボタン入るので左上あたりで時間を
潰そうと思ったら案の定ボタン入りましたね。あれレイマリさん言った。レイマリさん死んでる。私たち視点死体表示出てないがレイマリさんが死んでいるようだな。ラテさんレイマリさんに協力お願いせずにキルしたのね。レイマリさん死んでるなら普通にラテさんが怪しいですけど。あ、いや違う違う。レイマリさんは通信室を開いてた。あ、道連れじゃないんだこれ。通信室に元気に開いてたので道連れではないですね。レイマリさん通信室脇でまずマグロじゃないの確認して、次はしご2個降りてスペランカー指定して、そのままレイマリさんリアクター方面に向かってるはず。だから音質方向にいる人が怪しいんじゃないかな。私は通信室でラテレイマリと開いて、すぐにジップで左に降りてレイラーさんとすれ違ってますね。うん、私視点からメメさんには白出せるね。あとミゾレさん左側で死人してるから私視点弾けて、レイラーさんがキルするのもラテさんを追い越さないといけないので無理。スプラッシュゾーンで八幡さんいたから無理かな。まあ八幡宮はボタンも押してるしね。でメテオチャコは上部エンジン脇でずっと一緒にいた。となるともう候補がラテさんしか残ってませんが、そうなるならわかんないけど自分視点何かが起こってるな。ラテさん視点はスペランカー2回回避したとかになるんじゃない？ま、触れてませんでしたが前提としてまずウパさんの CO を破綻してますよね。道連れが発生してないのでまあ多分インポスターだろうね。となるとウパパロンでさっきのキルは落ちてると見てよくて、そう考えるとここは釣り縄に余裕がある場面。今回はラテさんを釣る前提で残り時間別の可能性を探る形でいいのでは。まあそれで大丈夫だけど、じゃあラテさん目線どうなるか考えていきましょうか。と言っても自分視点はさっき説明したことで終わりですよ。いやでもラテさん視点実際キルは起きてるわけじゃないですか。となった時ラテさん視点容疑者となる位置は出せるんじゃないかと思って、縄的に余裕があるのでラテさん釣った後終わらなければ別位置釣るのも考えますけど、続いた時に適当な位置釣ることができるよう布石を巻いておくと、チャコさんは釣り位置に絶対入らないし、続いた時は釣り得だからね。まあもしくは自爆だけど、確かに時間的にかなり早いなとは思ったけど、でもマグロはないの確認してはしごも2回降りたんですよね。レイマリさん扉開けるの渋った感じもなかったし、自爆は考えにくいと思いますが。最後しっかり自爆に逃がさずに釣り切ったな。レイラーさんがキューピッドだったんですね。これは無難に爪筋間違えず綺麗に終わらせられたわね。ということで本日はこれで終わり。高評価とコメント、チャンネル登録と Twitter のフォローよろしくね。それじゃまた次回の動画で、さらばだ。